はい。じゃあ、早速、今日の授業を、進めていきたいと思います。皆さん、今日も、入門者向けの授業ですね、参加してくださいまして、ありがとうございます。私、マンダラと申します。よろしくお願いします。こんばんちは、にゃや、ハリーに、クラスジャパネシア、入門者や、入門者。で、今日はですね、今日のテーマは、トピック、テーマ、ハリーに、マヌンジュッカンアラ。マヌンジュッカンっていうのは、示すっていう意味なので、アラは方向ですね、方向。なので、ここから、どこに行くときの、なんかこう、そういう会話があるか。ここから、ワルンまで、スパーまで、どうやって行きますかとか、そういうのを、現地に、これから行かれる方がいらっしゃると思いますので、役に立てればと思います。まずですね、高校を、教えるとか、教えてもらうとか、そういう時に、まず、基本的にですね、一番、基本のことなんですけど、アラハマタアニンですね。アラハマタアニン。方向ですね。アラっていうのは方向で、マタアニンっていうのが、この、なんていうんですか、この、なんていう、この英語、日本語なんていうんだろう。コンパスがあるじゃないですか。この、北、南とか。この、北、南、東、西っていうのは、インドネシア語で、アラハマタアニンと言います。アラハマタアニン。これ、一つで考えてもらえれば、いいです。一つ一つだと違う意味になっちゃうので、アラハマタアニンがこの方位のことですね。指します。インドネシアではですね、地域によって、表現の仕方が、違かったりしたらと思います。例えば、私が生まれたところの、バリ島では、ほとんど現地の人は、右、左とか言わないんですよ。必ず、北、東とか、南とか、西とか、そういう、言葉を使います。例えば、じゃあ、誰々さんの家はどこにありますかとか聞いたら、あ、じゃあ、左じゃなくて、普通はこう道、ここをまっすぐ行って右に行ってくださいとか言うと思うんですけど、バリ島の人って、東の方向に行けばありますみたいな、言い方になったりすることがあります。なので、ちょっと、初めて、あんまり慣れていない、地域だと、北、南とかがどこにあるか知らないじゃないですか。すごい、困っています。私でも、実際に、経験があって、現地の人に、そうやって聞いても、そういう説明を受けて、全然わからない時があるんですよ。世代の違いもあると思うんですけど、だいたいその言い方を使う世代の人っていうのは、私の、父世代の人たちぐらいだと思うんですけど、でも地域によってはすごいもう若い人でも使う人もいますので、覚えておいた方がいいかなと思っています。はい。じゃあ、まずですね、基本的に方向ですね。の言葉を、紹介していきたいと思います。まず、こちら、北ですね、北。北は、うたらですね、うたら。うたらですね。で、その次は、北の、反対は、反対ですね。次は、これは南ですね。スラタンですね。スラタン。で、北があって、スラタンが南ですね。
で、次は、ティムール。ティムールですね。ティムールは、東。ティムールは、東。で、バラですね。バラは、西。基本的に、この四つだと思います。まあ、北、南、東、西があると思うんですけど、あと少し、斜めの方向もあるので、それも紹介します。次はですね、東北？北東ですね。すいません。北東。これはですね、上、宇多良と東のこの斜め真ん中のですね、ティムラウと言いますね。あれ、東北かと北東どっちが正しいですかね、日本語で。北東です、北東。北東 東北ってあれ地域の名前ってことですか？そうですね、エリアですね。そうです。ありがとうございます。ちょっと混乱してしまいました。ありがとうございます。そうですね。宇多良と東の真ん中は、この真ん中はティモルラウと言います。ティモルラウですね。なんでラウかっていうとちょっとわからないです。なんでラウとは、海って意味は皆さん、知ってると思うんですけど、なんでラウになってるかはちょっとわからないです。次はですね、ダンガーラですね。ダンガーラ。東と南の間ですね。東と南の間が南東と言います。南東。ごめんなさい。ダンガーラと言います。ダンガーラですね。で、南と西の間は、バラッダヤ。バラッダヤ。最後。北と西の間ですね。バラッラウと言います。日本の方だと日本語って漢字があるので、多分、覚えやすいかと思うんですけど、ちょっとインドネシア語は特殊で、この、バラッラウになったり、ティモルラウだったり、ダンガラとか、ちょっと全く違う、言葉が、に変わるので、まあ、覚えて暗記してもらうしかないですね。まあ、大体こんな感じですよね。北、北と東、南と南、南西、西、北西があります。これですね。北が、バタラですね。北東がティムルラウですね。で、次はティムル。ティムルは東。東ですね。で、タンガーラは、南東。南東。スラタンは南です。で、次はバラッダヤ。バラッダヤは、南西ですね。で、西はバラッ、西ですね。で、最後に、バラッラウですね。なんかこうやって見ると、この、バラッラウとティムルラウは、同じ、この、ラウっていう言葉を使いますね。多分、まあ、覚え方としては、この上、方向は、ラウを使うので、まあ、バラトラウは北西、テムリラウは北東とか、あとはもうトンガラとバラダイヤ。これがちょっと特殊なので、まあ、覚えて、まあ、暗記、覚えていただく。しかないですね。はい。
次はですね、この方向を、説明するときとか、聞くときとかでも、この、何個か前置詞を、使うと思います。使うと思います。まず、よく使う前置詞は、一つ目、D ですね。D。D は、どこどこにですね。どこどこにありますですね。どこどこにいますとかは、必ず D を使います。D 使いますね。例えば、これですね。例えばこれですね。Perpustakaan ada di sebelah utara taman. Sebelah っていうのは、この側で、どこどこ側ですね。なので、ここに、図書館は、公園の、たまんは公園ですね。公園の北側にあります。ね。このソブラフ、よく使うと思います。ソブラウタラとか、ソブラサラタンとか、ソブラカナンでも言いますよ。ソブラカナン、ソブラキリとか。そばにですね。そばにっていう意味なので、例えば誰々さんが、ada di sebelah saya misalnya。ブディさんは私のそばにいます。ada di sebelah saya。っていう時も使います。だって、そうですね。この方向だけじゃなくて、そばにいますとかそういう時にも、sebelah を使いますね。はい。二つ目ですね。二つ目は、かですね。か。どこどこへ、どこどこへ、方向ですね。方向、進む方向。もちろん、目的の時も使います。どこどこからどこどこまでとか。例えば、サイアパルギー、クースコラという時ももちろん使います。で、今回は方向なので、まあ、日本語と同じですね。どこどこの方向へとか。ke arah mana? ke arah selatan. 例文はこちらです。Anda harus berjalan ke utara dari sini. あなたは、ここから、北の方向に歩くべきです。歩かないといけないです。インドネシア語を学ぶ最高の環境がここにある。ジャパネシアライブカレッジ。ジャパネシアライブカレッジはいつでもどこでも、そしてどんなレベルでも、インドネシア語が学べるオンライン学習プラットフォーム。ライブ授業、自分のレベル、学びたい内容に沿った講師の授業に参加し放題。入門者から上級者まで、翻訳授業からフリートークまで、様々な授業が揃ってる。ライブ授業に参加できなくても、後から動画がいつでも見返せます。でも一人じゃ不安、そんなあなたも安心。 JLC では受講者同士の交流もできます。わからないことは Facebook グループでいつでも質問ができる。特集コンテンツ、多彩なコンテンツを手軽にオンラインで、リスニング、日常インドネシア語アニメーション教材、語彙、文法、あらゆる教材が使い放題。初心者でも1日3分から毎日学習ができる。上級者にも、検定対策したい人にも、自分に合った学習コースが組める。インドネシア人と話したい、検定に合格したい、もっとインドネシアと近づきたい。 JLC はそんなあなたの願いを応援します。登録は簡単。新規登録から必要な情報を入力するだけ。いろいろ、たくさん、いつでも、どこでも。ジャパネシアライブカレッジ。